ウィスラーはカナダのブリティッシュコロンビア州西部のリゾート都市である。2006年統計で定住人口はおよそ1万人。太平洋岸沿いの山脈にあり、バンクーバーからおよそ1 2 5トル北に位置する。毎年200万人以上の人々が訪れており、ウィスラー・ブラッコムでのアルペンスキーとマウンテンバイクが世界的によく知られている。また、2010年、 ウィスラーはバンクーバーオリンピックで行われる山岳競技の使用会場として使用された。ヨーロッパ人が入植するまで伝統的にスコーミッシュ族とリリワット族の先住民が長く住んでいた。イギリスの海軍によって1860年代に測量が行われた。1914年に入植が始まる。1960年代までは非常に静かな場所で、 インフラがほとんど整っていなかった。1962年にバンクーバーから4人の起業家がスキーリゾートの建設と1968年の東急オリンピックを目指すことを目的に訪れるようになった。会社が設立されたが1966年に売却されウィスラーマウンテンは市民にオープンすることとなった。2010年に行われたバンクーバーオリンピックでは ほとんどの山岳競技の会場となった。ウィスラーの都市設計は自然環境に適合するようデザインされており、その結果アメリカグマの生息数が大きく回復した経緯を持つ。しかし、数年続いた干ばつの影響で、松が枯れ、クマは再び住宅街で食べ物を漁るようになった。ウィスラーに生息する多くのクマは食べ物を得るために、 車のドアやバネ付きドアの開け方を学ぶようになった。そのほとんどのクマは穏やかであったが、人と熊の衝突も散見されたため、公的に対策が練られ、住民は熊の生息地からの移住が奨励され、行動療法が人と熊、それぞれに実施された。その結果、除去や殺すことは最終手段とされた。この町での事例は、熊の問題で悩む。 他の自治体のケーススタディとして使われている。街は、ハイウェイ99号線にあり、スコーミッシュから北に5 8トルバンクーバーからは1 2 5トルの地点に位置する。ウィスラー鉄道駅とノースバンクーバーとの間に、観光列車のウィスラーマウンテニア号が、ロッキーマウンテニア車により、柿のみ運行されていたが、現在は運行されていない。また柿には、 グリーンレイクとバンクーバーハーバー水上空港との間を水上機で結ぶ定期便が毎日運航される。メキシコ湾流の影響により、カナダのスキーリゾートとしては比較的温暖な気候である。1月の平均気温は摂氏2.1度、平均最低気温は摂氏4.9度度と高く、マイナス10度以下は年間24日、程度を。 過去最低気温は1978年12月30日の低、摂氏29.2度である。年間降雪量418.7センチメートルに達する。しかし、この観測データは、ウィスラーの657.80メートル地点のものであり、山岳部はより寒冷、多雪となる。夏季は乾燥するが、日中の気温は上がり、年間で11日ほどが、 摂氏30度を超える真夏日となり、過去には2021年6月29日に接種42.0度を観測している。2006コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツ4ホイッスラー。2008年5月13日閲覧。ダルシー・フレイ、ザ・ベアーズ・アマングアス。ニューヨーク・タイムズ。 h t t p w w w n y t i m e s c o m 2 0 0 7 1 1 2 5 m a g a z i n e 2 5 b e a r s t a h h t m l ではオーンテッドイコールオール2007年11月24日閲覧1981通2010カナディアンクライメートノーマルズステーションデータホイスラー カナダ環境省、2014年8月8日閲覧、ありがとうございます。